シビリゼーションとは、1916年公開のアメリカ合衆国のサイレント映画。制作はトーマス・ h イ,インス。監督はインス、レイモンド・ビウェスト、レジナルド・ベーカー。脚本はシーガード・ナー・サリバン、エドワード・スローマン。平和主義的で、空和的なストーリー、大予算で制作された大作ということで、国民の創生と比較されることが多い。 最初期の反戦映画の一本とされる。公表で民主党全国委員会は1916年の大統領選でウッドロー・ウィルソンが再選されたのはこの映画の影響が大きかったことを認めている。一方でイエス・キリストが登場した最初の映画でもあり、その描き方を非難する者もいた。日本では大正6年に公開され、小津康二郎はこの映画を見て、 映画監督になろうと決めたと言われている。1999年、アメリカ議会図書館は文化的、歴史的、美的に重要としてこの映画をアメリカ国立フィルム登録簿に保存した。ヌルマという平和でのどかな街。突然、国王が戦線復刻し、男たちは兵隊に取られてゆく。残された女たちは愛と平和の秘密結社を作る。 フェルギナンド伯爵は自分で設計した潜水艦に乗り込んで出生する。早速航行する船を撃沈せよとの命令が下るが、船は軍艦ではない民間の船。乗客の中には罪のない女性や子供もいる。女性たちの秘密結社に参加していた伯爵は命令を無視し潜水艦を自沈させる。伯爵は救出されるが、生死の境をさまよう。 白爵の魂は煉獄へ。そこで、イエス・キリストと会う。白爵は息を吹き返すが、その肉体には、イエスの魂が宿っていた。平和を解いて、国中を回る白爵だったが、国王に逮捕され、処刑が決まる。しかし、白爵と志を同じくする五千人の女性たちが、王宮まで行進し、白爵の赦免を要求する。しかし時すでに遅く。 白爵は独房で死んでいた。白爵の体から離れたイエスは国王を阿弥教官の戦場へ連れて行く。国王は終戦を決断。男たちは故郷に帰還する。映画の一新新聞の一面広告制作期間はおよそ1年、制作費は100万ドルと言われる。脚本のシーガードナーサリバンは1915年の日曜日、 イースターの朝にこの映画のインスピレーションを得たと語っている。サリバンはタイプライターで紙一枚分のあらすじを書いて男たちのカーたちという台をつけインスに見せた。インスはそれに100万ドル投資する価値があると判断した。この映画には大がかりな戦闘シーンが含まれている。海戦、残酷戦、空中戦、及び広大な廃墟。 海戦シーンではアメリカ海軍の船が使われた。広告には次のように書かれている。オーシャンライナーの沈没は嘘ではないアメリカ海軍により、戦艦も2隻撃沈戦闘1つにつき1万8000ドルの弾薬エキストラは4万人をスリリングな騎兵突撃に、馬1万頭空中戦は飛行機40機現代戦の武器を実施に、使用製作に1年製作費100万ドル映画にために、 街を作り破壊を恐るべき光景が一分であなたの血を凍らせ感動があなたの人間愛を呼び起こす現代の偉大なる愛人類愛の物語ジョージ・フィッシャーはこの映画でイエス・キリストという大役を与えられたスクリーンで初めてイエス・キリストを演じたのは彼である映画公開時フィッシャーはロサンゼルスタイムズに役になりきるため研究と瞑想に専念してイントン社のように暮らしたと 語った。さらに、こうも述べている。この役を演じることはこれからの私の人生に大きな影響を及ぼし、また、この気持ちを一生忘れないだろうということを正直に申せます。私は深い祈りとともに、心から世界中の人々にこのメッセージが届くよう努め、おそらくそれは叶うことでしょう。私の唯一の希望は、 シビリゼーションを見ていただいた皆様がこのメッセージの誠飛びを実現してくださることです。ありがとうございます。